今回ご紹介するのは、オメガの手巻き時計、スピードマスター、プロフェッショナル、from the moon to Mars REF3577.50.00 です。銀河鉄道39で有名な松本零士氏監修のもと、2004年に発売された限定コレクション。サブダイヤルに、月、地球、火星がプリントされた、他にない斬新なデザインが特徴です。本品は、ボックス、ギャラ付属、退色しがちなプラネットプリントなど、綺麗な状態を保った備品モデルです。文字盤はブラックカラー。夜光インデックスとペンシルハンドの組み合わせ。サブダイヤルは、地球の永久秒針、月の12時間積算系、火星の30分積算系がそれぞれ配された3カウンター。弧を描く from the moon to Mars がライティングされた宇宙への憧れ、思いが伝わるロマンあふれる風貌デザインです。SS ケースはスクリューバック、タキメータースケールのラウンドフォルム。裏蓋にはシーホースとともに個体ナンバーなどがレリーフされています。バンドは専用の SS ブレスレット REF1998-849 を装着しています。オメガと漫画家松本零士氏がコラボした宇宙を称える完成度の高いタイムピースです。ダイヤル、文字盤。特に目につくダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針にサビなども出ていません。ケース、裏蓋。軽いすれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。風貌、中央にオメガ透かしが確認できます。すれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ブレス、バックルにオメガマークが確認できます。すれ、小傷が認められますが、すぐに装着可能です。操作方法、リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。クロノは上プッシャーでスタート。ストップ。下プッシャーでリセットします。付属品。ボックス、レッカーあり。ギャラ、トリセツブック、レッカーあり。タグ、コマ、3つ。パスケース、レッカーありです。日差は、24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は、多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅、20ミリです。ケース径は約42ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約47ミリ。厚さ約14ミリ。腕回り、現状18センチ前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。